2月13日更新分のおしゃごはヤングもオッキーさんもいないので連れてこられました竹本英二です。今回と次回はこの2人でお送りします。はい、ということで小野坂正也という男のあるあるについて話しています。あと現在上演中の、なんか知らん舞台についても話しました本当これに関しては僕はもう口を開く立場にはありません本日の収録時はですね分かりませんが、もしかしたらもう舞台はやってないかもしれないですまあそれも含めて青鬼っていい事務所なんですよ。見るのに不安が募る投稿を60分しています途中でワンピースのパイロットフィルムの話になったのですが、僕の興味は完全にそっちに持っていかれております。はい、やっていたら絶賛上演中です。会社の名前のところだけ、全体的にピー入れでお願いします竹本が大丈夫かどうか誰も気にしてないです。しろよ